ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、この前ネットサーフィンをしていたら、お金がないって困っている女子大生がいたの。大学の学費って、親に払ってもらっている人がほとんどじゃないの？一概にそうとは言えないぞ。確かに裕福な家庭に育って学費に困っていない人もいるが、中には家庭の事情などで働きながら大学で学んでいる人もいる。もしかしたら霊夢がネットで見つけた女子大生も、のっぴきならない事情でお金がないのかもしれないな。ちょうどいいから今回は、貧困女子大生の悲惨な生活についてじっくり解説する。それでは、ゆっくりしていってね。最初に、日本の大学生がどのくらい貧困なのかについて見てみよう。平成26年度の学生生活調査によると、全学生の 51.3% が奨学金を借り、親からの仕送りは減少しているようだ。みんな、親に負担をかけないように頑張っているのね。あと、地方出身者の大学生や私立の大学に通っている生徒に至っては、バイトをしないと生きていけないほど経済的に困窮しているケースもある。そのようなお金に困っている学生を理不尽に使うブラックバイトや闇バイトも溢れているので、本当に気をつけてほしいんだぜ。学生を食い物にする大人がいるなんて信じられないけど、この現実はぜひとも詳しく知っておきたいわ。まず一人目は、頂き女子としてアプリで知り合った男性を騙し、1000万円を手に入れてお縄になった20歳の女子大生、家田美空だ。1000万円。これって、世間を騒がせた頂き女子、リリちゃんのこと？いや、家田はリリちゃんから、頂き女子のマニュアルを買ったんだ。リリちゃんについては、先日公開した、頂き女子リリちゃんの闇深い手口、という動画でみっちり解説しているので、ぜひチェックしてほしいんだぜ。はい。では、家田の悪事について見ていこう。時は2023年5月13日、愛知県名古屋市に住む当時20歳の家田が捕まった。家田は、怒号ちゃんというハンドルネームで SNS を開設しており、そこで男性たちからお金を巻き上げたことを楽しそうに報告していた。最低すぎるのですが、最低だぞ。家田の家族構成などは明かされていないのだが、どうやら父親とは別居しているようだ。家田はその父親に対して、扶養請求調停を起こしており、扶養料を勝ち取ったという。そうなんだ。つまり、お父さんは自分の子供が生活できるだけのお金を払ってなかったから、調停を起こされたってこと？詳しいことはわからないが、そういうことになるだろうな。家田の知り合いによると、彼女は結婚していたものの、9ヶ月で離婚していて、男絡みの金銭トラブルが多かったらしいぞ。お金お金って言っている人とは、結婚生活もうまくいかなさそうよね。大学生だって言っていたけど、ちゃんと勉強はしていたの？しっかり大学に通って、資格取得に向けて学んでいたぞ。ただ、家田は男性たちから大金を巻き上げておきながら、心を痛める素振りもなかった。SNS にはもらったお金の画像を投稿し、今月は800万円ほど稼いで、350万円分の株を買って、恋人にも350万円を渡してますと綴ったこともある。はぁ？株はともかく、恋人に350万円を渡すって何？そういえばリリちゃんは嘘をついてお金をもらっていたけれど、家田も嘘をついていたの？もちろん、1から100まで嘘をついていたぞ。家田はセクシー女優関連の違約金があるとして、300万円ほどを騙し取って捕まったんだ。彼女は男性からお金を得ることが非常に快感だったようで、おじさんたちは能力も何もない、ただ恋にお金を払う愚かな人、能力ないから、資産もせいぜい500万円くらいが関の山、とも語っていた。あのねえ、500万円を貯めるってすごいことなのよ。人を騙して1000万円を得た女が、何言ってるわけ？私なんてバイト代で欲しいものを買いまくって、貯金残高が1500円よ。続けるぞ。家田が捕まってからおよそ7ヶ月後の12月、裁判で懲役3年執行猶予5年の有罪判決となった。家田は起訴内容を認め、これが犯罪だと思わなかった。被害者に謝罪したいと話す一方で、被害者に恋人ができれば、心の傷は癒えていくと思う、と言い放ったぞ。は？ちっとも反省してないじゃない。どこか、ずれた考えだよな。家田の裁判は、被害者の一人である40代の男性も傍聴していたのだが、本当は優しい女の子だと思うし、やっぱり好きだという気持ちもある。反省して日々を過ごし、真っ当な人になってほしい。一回会って、ちゃんと話がしたいとコメントしていたぞ。被害者の男性こそ、すごく優しいんでしょうね。でも、まだ家田に洗脳されている感じがするわ。
また会いたいと言っている時点で、かなり心配だよな。だが、このように見放さないでいてくれる人がいるからこそ、更生できるという面もあると思う。裁判の時点で家田はまだ21歳だったから、まだまだきっとやり直せる。どうか、リリちゃんも含めてこれからは真面目に生きてほしいんだぜ。二人目は、沖縄の国立大に通っていたが、同棲している彼氏に全てを奪われてしまい、最後はアルコール依存症になった女子大生だ。か、彼氏は何をしたっていうのよ。このエリート女子大生、ほのかさんは、成績が良く、顔立ちも整っている美人だった。大学では成績が落ちたものの、3年生の頃までは学業とバイトを両立し、充実した生活を送っていた。だが、自衛隊員の男性と交際するようになってから、彼女の人生は崩壊したんだぜ。ドキドキ。当時、ほのかさんは大学の近くで一人暮らしをしていたのだが、彼氏はそのアパートに転がり込み、半同棲生活が始まった。最初は優しかったものの、彼氏は金銭的に依存するようになり、食費や遊興費をほのかさんが支払わされた。彼は事故で運転免許も取り消しになったので、仕事場への送り迎えもさせられたそうだ。この彼氏、社会人のくせに学生に甘えるってどういうこと？甘えすぎだよな。ほのかさんは、奨学金を12万円借りたが、ほとんどを彼氏に使い込まれた。徐々に生活は厳しくなり、バイトもあるから、もう送り迎えはできない、と彼氏に告げた時から、激しく手を挙げられるようになったという。最低じゃない。たまには自分のお給料から、ほのかさんにご馳走するくらいのことをしたら？その通りだよな。彼氏は、ほのかさんがレポートをまとめたい、と言っても、まだ話は終わっていない、と言ってやらせず、ほのかさんが彼との時間を作るために、時給のいいスナックで働き始めたら、男性客に嫉妬してまた手を挙げた。ほのかさんが運転していても暴れて窓ガラスを割り、半同棲をしていた上に、実家の住所もバレているので、容易に別れることもできなかった。それは辛かったでしょうね。こうなったら、もう警察に介入してもらった方がいいんじゃないかしら？実際に警察も頼ったが、スナックで働いているあなたが悪い、と言われただけで、何の解決にもならなかったぞ。いや、警察ももっと優しい言葉をかけられないの？そんな言い方しなくてもいいのに、いろいろな人を相手にしているから、警察も大変だと思うが、もう少し市民に優しく寄り添ってくれてもいいよな。それからほのかさんは精神的に不安定になり、大学に通えなくなっていった。実家や友達の家に逃げても、彼氏からはひっきりなしに電話がかかり、最後は双極性障害と診断されて、大学も留年してしまったんだ。そこまで追い詰められていたのね。ついにほのかさんは彼氏から逃げ出し、彼も追ってこなかったので破局した。現在、元彼が生きているのかどうかもわからないそうだが、ほのかさんは今でも、自衛隊の駐屯地には怖くて近づけないそうだ。完全にトラウマになっているわね。奨学金も借りてしまったからには返さなくちゃならないし、結論から言うとほのかさんは大学を中退してしまったのだが、みそじ近くになってからも奨学金を返済していないそうだ。自衛隊員の元彼から逃げた後、彼女はキャバクラに勤めたのだが、別の店舗でボーイをしていた男性に恋をして、同棲することになったんだ。あら、今度は素敵な恋ができるといいわね。で、そのボーイの彼も、金銭的にほのかさんに依存する人だったので、彼女は、家賃から食費から、タクシー代に至るまで、全部ボーイの彼のために支払ったんだぜ。はい？しかもこのボーイの彼は女癖が悪く、数多くの女性と付き合っていた挙句、入籍していないものの子供までいた。でも、何人かの女性は彼の子供を産まない決断をしており、ほのかさんも同じ道をたどってしまった。絶句。当然、彼とは喧嘩が絶えず、手を挙げられるようになってしまう。彼はほのかさんの顔を、お風呂やトイレに突っ込んだりする人で、ほのかさんは入院するレベルのアルコール依存症となったんだ。彼女に平穏な日々は来るのかしら。どうだろうな。ほのかさんは大学4年生の時に、両親によって実家に連れ戻され、今も実家で昼からお酒を飲み、手の震えが止まらない。キャバクラは無断欠勤や遅刻が続いて、融通の利くハード系の夜職に移った。その仕事は自由出勤なので、体が動ける時だけ働いている。本人が望んでその仕事をしているならいいけど、二人の彼氏にお金を絞り取られて、残ったのは借金だけなんて、胸が苦しくなってくるわ。ただ、ほのかさんはその状況を脱しようと、試行錯誤しながら頑張っているそうだ。いつかアルコール依存症も少しずつ良くなって、自分の幸せをつかめるといいな。
3人目は、大学時代の同級生から投資に誘われ、消費者金融で150万円を騙し取られた挙句、自ら命を絶った22歳の女性だ。この女性は社会人だが、大学を卒業したばかりということと、ぜひ視聴者の皆さんにも知ってほしいという注意喚起の意味も含んで話したいと思う。わかりました。2020年、当時22歳の社会人1年目の女性が、大阪のホテルで亡くなっているのを発見された。女性は大学時代の友人の SNS に、投資に興味ある人、と書かれていた投稿内容を目にし、自ら同級生に連絡を取って、同級生の高校時代の友人だという、Y という男を紹介されたんだ。投資か、知識がないと難しそうなイメージがあるわ。そうだな。女性は2歳の頃に両親が離婚し、父親は養育費をほとんど支払ってくれず、母親が女で一つで育ててくれたんだ。後に母親は、そうした苦労もあって、投資に興味を示したのではないか、と語っている。少しでも投資でお金を得て、お母さんに楽をさせてあげたかったのかもね。ああ、大学を卒業して間もなかったので、400万円の奨学金の返済もあったそうだ。女性は同級生と Y との LINE グループに入り、Y は、1ヶ月目で130万円、2ヶ月目で660万円、3ヶ月目で1200万円稼いだ。何もしなくてもお金が入ってくる、人に紹介すればさらに利益が出る、と言った。マルチにしか思えないのですが、女性もそう尋ねたが、Y は違うと答えた。そして、今、投資をやることを強くお勧めする、キャンペーンがある、などと押されてしまい、女性は、消費者金融から150万円を借りて、Y に渡してしまったというわけだ。これ、私も女性と同じ立場だったら、お金を借りてでも手を出してしまうかも。確かに、自分が同じ立場だったら、心は揺れてしまうと思う。女性の母親も、娘にも少なからず責任があると感じているらしい。もしかしたらこの話を聞いた人の中にも、女性の自業自得、と思う人もいるかもしれないが、私は社会人1年目の女性が、この話をすぐに嘘だと見抜くのは難しい、と思っている。しかも Y は、引っ越し費用が必要だと言って、消費者金融でお金を借りればいい。借金してでも投資すべき、とまで助言していたからな。最悪、お金を支払って、女性は徐々に、自分が騙されているのではないか?と感じるようになった。家にいても笑顔が少なくなり、母親にどうしたのかと聞かれても、大丈夫、と言って仕事にも通い続けた。彼女がお金のことを母親に打ち明けたのは、2週間後のことだった。大切なお母さんに、お金のことを相談するのは言いづらかったでしょうね。悩みすぎた彼女は、ついにメンタルクリニックで、うつ病と診断された。医師には、自分の他にも騙された被害者がいっぱいいる、と告げていたという。その後、女性は交際相手の男性と共に、Y の元へ行き、お金を返してほしいと頼んだ。しかし Y は、なんで?へへへ、などと笑いながら、のらりくらりとやり過ごしたそうだ。なんでじゃない。すぐに返しなさいよ。Y は複数の仲間といたのだが、責任のすべては女性にあると言い放ち、投資は個人の責任、その覚悟でやってないならやらなければいい。投資ってそういうもんですよ、と冷たい言葉を浴びせた。しかも、女性がどんなに会って話がしたい、と Y に言っても会おうとしなかったのに、交際相手が投資に興味がある、とメッセージを送った途端に、会える運びとなったという。本当に、人を騙して儲けることしか考えていない輩だったってことね。Y たちと会った翌日、女性は母親と一緒に警察に相談に行く予定だった。その日、母親は午前中だけ仕事に行ったのだが、戻ってくると女性の姿はなく、警察から、娘さんが亡くなりました、という連絡を受けて、警察署の霊安室で無言の対面を果たしたんだ。うおおもう聞けない。涙が出てきたわ。二度と悲劇を繰り返さないためにも聞いてくれ。女性はホテルに遺書を残しており、そこには母親への感謝と謝罪の言葉が綴られていた。他には、最後まで迷惑をかけ続けて、いなくなってしまう娘でごめんね。私はいろんな人に迷惑をかけすぎました。もうそろそろいなくなってもいいと思います。服とかは売ってね、多少のお金にしかならないかもだけど、とも書かれていたぞ。これを読んだお母さんの気持ちも、この手紙を渡した警察官の気持ちも、全部が心に押し寄せてくるわ。どちらも、言葉にできないほど辛かっただろうな。さらに、女性の交際相手も、彼女を守りきれなかった後悔の気持ちを抱いている。Y たちとの話し合いの後、二人は食事をしているのだが、
これからも頑張っていこうな、との交際相手の言葉に、女性はうなずいている。その翌日に女性は命を絶ったので、交際相手もずっと自分を責め続けているんだ。話し合いの場に自分も行ったのに、なぜって思っちゃうわよね。女性の母親は、どうしているの？わいを大阪府警に刑事告訴したぞ。弁護士にも相談したが、詐欺罪は難しいとアドバイスされてしまったので、業者としての許可がないにもかかわらず、金融業をした、金融商品取引法違反、の容疑で告訴したんだ。ワイは略式起訴されたが、罰金70万円を支払っただけで釈放されている。罰金だけ？それじゃ、あんまりじゃない。ひどいよな。しかも現在、ワイは行方をくらましてどこにいるのかもわからないという。ねえ、これって、女性の同級生は何の罪にも問われていないの？警察ではワイと共に事情聴取されているが、お互いに責任をなすりつけ合うだけだった。おそらく同級生は紹介しただけなので、罪には問われていないと思われるが、女性の母親に二度ほど謝罪に来た後は、弁護士を立てて連絡を絶ったぞ。こらー、逃げるんじゃないわよ。後に女性の母親は、娘みたいな子が二度と出てこないようになるなら、との思いから、顔と実名を公表して、マスコミのインタビューに答えている。この動画を視聴してくださっている皆さんに、投資をやらないでほしいとは言わないが、とにかく、儲け話には疑ってかかり、徹底的に調べて、信用できると思ってからチャレンジしてほしいんだぜ。仮に騙されたとしても、絶対に自ら命を絶つことはしないでね。霊夢、今回の話はどうだった？いろんな女子大生の葛藤や苦しみがひしひしと伝わってきたわ。お金がないと生活はできないけれど、身も心も削られるような仕事や、儲け話には注意しないといけないわね。そうだな。どうにもならない悩みができた場合、家族や友人、弁護士や警察など、信頼できる人たちにぜひ相談して、一人で抱え込まないでほしいんだぜ。それでは、今回の解説はここまでだ。ご視聴、ありがとうございました。